皆さんどうもこんにちは、劇団バッチの吉本隆史と、ライブの後ろです。山田拓也です。はい、今日はバスケやっていきますよ。僕たちこう見えて俳優なんです。俳優は何でもできる。俳優は何でもできるないですか。もしバスケのね役が回ってきた時に恥ずかしい姿を見せるわけにもいかないじゃないですか。説得力が変わってくる、だからまあ何でもできる俳優になりたいと。確かに。ということで今日はガチンコでこの企画を持ってきました。3人で5本連続フリースローを決めるまで帰れません。5本、なかなかむずいと思うよ。5本でもむずいと思うけど、いいラインや。何年ぶりバスケットボールに触ったの？10年ぶりぐらいじゃん。タクヤはバスケ部？バスケ部やったけど1年ぶりぐらいかな。1年以上かな。俺は野球部だったし、多分18歳の時にバスケットボール最後に、あ、そう、最後に触ったから10年ぶり。そんな僕たちが10年ぶりが2人おるっていうハンデがあるわけだよ。経験者から言うと5本できるの無理。経験者だけやったらいい。多分そこに1人でも収納使ったらそこでゼロだ。ゼロ、全然違うし。タクヤのカウターからの俺らはゼロ点。ということで、なんとか頑張って5本達成して帰りましょう。はい、やっていくぞ。それではチャレンジスタート。
間20分かかりました。こういう企画でできませんでした。ありえへん、ありえへんですよ。そう、ほんま、ほんまによかった。よかったということで、はいはい、なんと5本連続フリースロークリアしました。イエーイ、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。